そろそろ納品しないといけないので、今日は、梱包じゃないか。箱詰めにし、の作業をしようかなと思います。今日はこの辺を箱詰めしようかな、なんて思ってます。切り箱もいろんな種類があるんですけど、まあ、値段によってね、ちょっと目が粗いなっていうのもあったりするんですけど、まあ、ちょっともうちょっと色つけたいなっていうか、まあ、雰囲気出したいなっていう時は、こう、トノコを塗ったりします。あ、こぼれた。